よくぞここまで来られたものだな。褒めてやろう。気をつけろ。悪が待ち構えている時には必ず罠があるものだ。誰が悪だ。この汚らわしい悪魔どもめ、そんな口が聞けるのも今のうちだ。混沌の闇に生まれし邪悪なる者どもよ、契約に従い我が敵を滅ぼすのだ。悪魔召喚。悪魔と契約を交わすことは天使法により固く禁じられているはずなのに。こいつらただの悪魔じゃないぞ。サーズね、分析して。ピロピロピロ、大威力、パワーともに測定不能。危険危険危険。どうだ、こんなこともあろうかと契約しておいた魔人どもだ。お前たちを殺せば魔界をやると言ったら、ほいほい契約しよったぞ。もう殿下に人望がないから悪いんですよ。うるさい、そんなことを言ってる場合か。悪魔は悪魔同士、心ゆくまで殺し合うがよいわ。くそ、さすがの俺様もこれだけの数の魔人が相手では。どうする、一時退却するか。退却ったって簡単に逃がしちゃくれないでしょう。どうすればいいのよ。なんだなんだ、だ、俺は戦う前からビビっちまうような情けない連中を共に持った覚えはないぜ。だ、誰だ。あ、あそこです。お前は。おい、誰だあいつ。さあ、あんなプリニーさんいましたっけ。おいお前たち、俺がわからないのか。この燃えたぎる瞳、この熱きハート、そしてこの誇り高き勇士。旧勇者カーチスを置いて他にあるまい。カーチス？カーチスってまさかあのカーチスか。その通り、地球勇者カーチス参上。あなた天国の家族のもとへ行ったんじゃなかったの。そのつもりだったんだがな。生きてた頃に犯した罪が重すぎたのさ。だからこうして姿を変えて罪滅ぼしに来たってわけよ。天国の家族と再会するために、そしてかけがえのない友のために俺は帰ってきたんだ。カーチス。笑うな。俺だって好きでこんな格好してるんじゃねえ。すまん。君があまりにチャーミングだから。まったく、せっかく駆けつけたってのによ。
来るんじゃなかったぜ。いや、勝つ。君が来てくれたおかげで、くじけかけた心に再び火がついた。感謝するぞ、な、みんな。ま、そこまで体張られちゃ、私たちもやらないわけにはいかないわね。うん、俺様も魔界の王の名に恥じぬ戦いぶりを見せなければな。みんなの友情パワーが上がってる。これなら勝てます。お前な、それはいくらなんでも都合が良すぎるのではないか。大丈夫、友情パワーは勝利の源です。やれやれ、よし、やるか。あー、捨て去りに
に身を捧げ、愛さえも捨て去り、それ愛さえも捨て去り、信じるのは愚かき場だけ、ああ孤独な狼、傷つけることThank you.
大したことなかったな。何言ってやがる。俺が来るまでは逃げる算段してたくせによ。あれは戦術的な一時退却であって、決して逃げ出そうとしていたわけではない。まあまあ、友情パワーが勝利を呼んだということでいいじゃないですか。何が友情パワーだ、バカバカしい。くだらないこと言ってないで先を急ぐぞ。そうね、まだあの悪党を倒したわけじゃないものね。この奥はどうなってるの、フロンちゃん。ここから先は大天使様の神殿です。普段は護衛と身分の高い天使様しか入ることは許されていません。大天使の神殿か。なかなか楽しませてくれそうだな。くれぐれも油断しないでください。今のブルカノ様は何をするか分かりませんから。心配するな。俺様を誰だと思ってる。魔王ラハール様だぞ。